佐野正綱は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名、佐野氏の第十五代当主。戦上手であったと言われており、上杉謙信や後法上氏を何度も撃退している。また、戦で負けて落城したことはなく、戦況を見定め降伏、離反を繰り返して、佐野家の名脈を保った。協力2年、佐野氏第十三代当主。 佐野安綱の次男として誕生。通称は小太郎。永六二年、十四代当主、豊和綱が死去すると家督を継ぎ、佐野氏の第十五代当主となる。佐野氏は代々小学坊を足利氏に従い、摩擦のもはじめは足利春氏に仕えたが、小学坊の力が衰退し後北条氏の勢力が拡大すると、北条を宇治安と結んだ。ところが、越後国の上杉謙信が、 後北条氏討伐のための関東への進攻するや、これに講師小田原城行為に参加した。これに対し A63 年2月に、北条氏治政が、巨城の唐沢山城へ三万余の大軍で、攻撃すると正擦名は徹底抗戦し、その後、上杉謙信の援軍が間に合い撃退に、成功している。しかし、小田原城行為が失敗に終わるとほどなくして、上杉を裏切り、 英六年間には、再び、北上陣営へ寝返った。その後、英六年間から元気年間まで、上杉謙信から重度攻められたが、摩擦なの優れた戦の才能と、後に、関東一の山城と言われる県城を、東沢山城で防戦し、ほとんど撃退している。時には謙信に降伏したが、戦後の情勢によってやむを得ずに和睦して、明け渡したり、死者などを使わして、 改めて降伏しただけであり、謙信の帰国後に即座に離反するなどして、明脈を続かせた。一方、謙信側から見れば、唐沢山次郎は、関東における、勢力圏の東端であり、佐竹氏をはじめとする北関東の親上杉派所長の、勢力圏との境界線でもあったため、関東に進出する上で確実に確保すべき拠点と、みなされて、特に重要視されたと見られている。 そのため、越後平林城主の色部勝長が、東卓山城に駐屯していた時期もあった。さらに、上杉氏や北条氏らの大国に飲み込まれないように、軍事面でも民政面でも相当な改革を行っていたと言われている。天正2年4月8日、死去。一方で、本密寺にある墓には、上杉謙信の一周期の日である天正7年3月13日が、 佐野正綱の墓に刻まれている。これは公的主であった謙信よりも長く生きたという、意地を示すために遺言で刻ませたという伝承もある、ようである。解名は、天山無一古一寺。ありがとうございます。